あ、こんばんは。はい、こんばんは。もう何事もなかったかのように。はい。はい。実はカメラを買いまして。はい。まあ、先週ご指摘ありましたからね。はい。はい。いろいろあります。はい。はい。思ったよりもこのピントが甘いような気がして、ね、まあ新しいのを導入すると必ずその初回はね、なんかね、ちょっと気に入らんですけどね、このなんかあの設定かなんかあるんですかね。いや、もちろんあると思うんですけど、なんかがあると思いますけど、うん、そのなんかの設定が よく理解できてないということもあると思うんですけどね、今日は何をするかというと、はい、コーヒーに合う食べ物を探すという、はい、実は言うとフェイスブックの方でちょっとやりましたね、やりましたね、おにぎりに合う、はい、コーヒーというのを、実験してまして、はい、で今回、いくつか用意しましたよね、はい、コンビニで、はい、今回は おにぎりというわけで、まあ、フェイスブックの、ね、方にも事前に載せましたけども、はい、今日は甘いものでというこれイーブレンド、イーブレンド、うん、これはないの、いや、あれないの、はい、これ付箋後で、うん、あっちに貼らないかんので、一応ですね、いろいろ用意しましたね。はい、そうです。ピクチャーインピクチャーで。はい。はい。今回用意したのはですね、大福。大福ですね。まあ いわゆる、小豆に合うものを調べようと。あとマシュマロ。はい。これは結構あれですね、いいマシュマロですか？一応まあ普通の何の変哲もない普通のマシュマロです。良くもなく悪くもなく。安いマシュマロ溶けないですからね。うん。うん、これ溶けないマシュマロはマシュマロじゃないはずですけど、まあ多分大丈夫でしょうね。なぜブランドもんですもんね、これね。サークル系に売ってましたもんね。バーベキューに使えるやつですよね。あ、じゃあ溶けるね、うん、大丈夫ですね。でまずはね、何をやるかというと、はい、コーヒー立てます。はい。で本来で言えばコーヒーをですね、先に立てとけばいいじゃないかと思うかもしれませんが、そんな立てる暇はねえよみたいな状態でしたね。そうですね、はい、ということで、まず、とりあえず、うん、こうなるんですよ。なるほど。まあ、とりあえずまずコーヒー入れましょう。はい、ピクチャーインピクチャーやめましょう。はい、この状態だと、これ台がないから映らないですもんね。はい、じゃあ、まあ今回はですね、もうとにかくちゃっちゃとやらなきゃいかんので、とにかくちゃっちゃとやりましょう。もう蒸らし時間も3分をやめ2分。2分出ましたね、知る人ぞ知る2分。はい、2分の蒸らしていきます。でペーパーの折り方覚えてますか？こっち側向きます。でここで向けて、ね、開けます。はい、粉入れてってください。合わせないからですね。あ、当然。はい、C、うん、まあこのぐらいで、まあ D までは一応金枠が用意してあるんで。あ、なるほど。ここまで入れてください。はい、はい、じゃあいいわ、まあ、こっち置いといて、じゃあこれをちゃっちゃかいきます。はい、
ちゃっちゃか行くっていうことはどういうことかっていうと、もう全部いっぺんに、全部いっぺんには行きません。あの基本的にはですね、そんなんちゃっちゃかといってすごいちゃっちゃかじゃないんですね。まず、連続でやる場合、まず1個目お湯さして蒸らしに入りますね、はい、ここは同じです、うん、同じですね。これで蒸らしに入ります。で2分で蒸らしに入りますね、はい、ここはねもうこのまんまでいいです。で結局タイマーが鳴ってからの動作ですね。で薄めるのは最後にしましょう、うん、で今何分ですか。12分ですか。とりあえず早い時間に終わらないと、食べ合わせの方までいけないので、うん、はい、今週はどうです。あのいろいろなことありました。まあ特に今いろいろあってますからね。あ、ほや今いろいろあってますからね、世界では、海の向こうでは大統領がなんか、ほぼ決まり、ほぼ決まり、ほぼ決まりと思いますけど、逆転があったのかな。ないのかな。いやもう都市部開いたんですかね。もう都市部が開いちゃってれば決定ですけど、まああとはズルがなきゃ決定ですか、ね、まあそうですね、うん、でもなんかあれですよね、僅差だとやり直すんですよね、アメリカ確か。あ、そう？うん、なんか5000票ぐらいでなんか1回もう1回見直して、うん、なんかブッシュさんかなんかにあったみたいですけどね。あ、そうですか、うん、そうなるとズルしてる感じがするけど、ね、そう、うん、まあ国が広いせいか知らないですけど、あの投票時間がねバラバラっていうのもすごいですけどね。まあだけど時差ありますからね、うん、でもこのネット社会でネットワークで情報だけ光の速さで伝わって、うんうん、時間よりも早く伝わ情報が伝わっちゃうとまずいと思いますけどね。僕思うんですけど、うん、みんなあれしたらどうですか、期日前投票 40% らしいですよ、期日前投票が、だから期日前投票を 100% する、うんうん、でしかも期日前投票が途中で変えれるというね、うん、え、何ですかそれ。やっぱり俺変える、あのトランプに変えるわって言うともう一回やれるらしいんですよ、期日前投票は。なんかおかしいな。だからもうそれだけでよくわからない、そういう州もあるらしいんですよ。でこれで、はい、こっち終わったでしょ。なるほどね。これでここ入れるわけです。要は蒸らしの時間の感覚で、そう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 、だから基本的にはPC から一切見れず、あ、ちょっと向こうの PC リピートがかかると、これさっきのオープニングの話ですかね、うん、ここは普通に映ってるんで。映ってます？映ってる、うん、そうっす、多分オープニングのリピートのあれじゃない、設定の、いや、あ、トラブりましたもんね、うん、1分前 Android からは大丈夫、うん、iPhone も切れる、なんかちょっと問題ありそうですね。 PC からだと見れない、1分前 Android は大丈夫、 iPhone も切れる、 iPhone も切れますか。 iPhone 切れる、止まってないだろうな、どうですか。そうだよね、窓際君 PC で見れる、見れてる見れてる、あ、そうですか、という人もいるんで、多分さっきのオープニングトラブりましたからね、のことに関することだと思いますけどね。リピートがかかるとなると多分
や、あれはまあ、完全にこっちの方のトラブルでしたね、うん、広告が連発して放送を回復しました。あ、そうすか。だからリセットかかったからですね、やり直しだから、最初だから広告がガンガン、はいはい、そうですね、うん、結構お湯がたまりますね、これ9番結構微粉が多かったですかね。まあ、もしくは、さっきの、コンピューターのトラブルの焦りですかね。なあ、微粉でしょうな。これで1個5分でしょ、うん、はい、で、ここで2分じゃないですか、はい、で、この2分の時に次の1個行くわけですよ。なるほど。で、次のこれ、こっちに行くわけですよね、うんうんうん、なるほどね。これはもうできてるから、あと薄めるだけってやつですね。あ、そう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 。KK よみさん、再読み込みしてもリピートが続く。マイヤマイヤさんは見えてます。うん、すみません。今回、我々も結構大変だったんですよ。はい。ちょっとカメラがね、不安要素を出すんで。はい、今回新しいカメラにして非常にやばかったですね、うんうん、ただカメラがいいカメラにした割にはこのピンが甘く感じるんですけど、これだから絶対どっかに合っちゃってるんですよね。もしくはピンを殺すかなんかしないと、うん、前のやつはどこに合ってるんですか、あのロジクルの前のカメラは。もう分かんねえ設定なかったですね、あれ。ないっすね。そのまんまやるやつですもんね。うん。何も考えずに、ただそのまんま、つなげりゃよかったんですけど。うん、まあ、今回もつなげりゃいいと思ってつなげたんですけどね。だから、このオフラインの機械の中では映ってましたからね。ただ、オンラインにならなかっただけで。まあ、何しろ新しいものの時は怖いですな、デジタルは。KK よみさん、もしかして有料会員だけ見られるとか。ああなるほど。もう大体。ああ、ポリンさんが、アンドロイドは普通に入れます。PC は更新プログラム更新中で見れません。あらら。うん、時間調整が素晴らしいですねって、このタイミングですね、入れていく。オープニングの話ではなくユーストがトラブってるみたい。僕のところは PC ダメでも Android OK。 ユーストの問題かもしれないそうです。あ、そうですか、うん、僕の中ではそれどころではなかったですけどね、うん、でこっちを置いておいて、カメラ、はいはい、そう、慌てちゃダメよ。ユーストがトラブってるみたいか。ユーストがトラブっちゃってるともどっちもどうにもならんすよね。まあどうにもならんけど、まあそれはまあともかく我々は我々のやれることをやるしかないんで、とにかく今は僕の中ではコーヒーを取ってるだけ。このネタってこれが無駄なんだよね、うん、コーヒーを立てるのが。今何分？21分か。まあこのぐらいはかかるね、この5つもコーヒー立てるとなりゃ、この蓋が1個で済むのはいいでしょ。うん、素晴らしい、うん、蓋どうするのかなと思ってましたからね、はい、枠は揃えれても、はい、蓋もありますけどね、うんうん、むしろ蓋はいくらでもあるって感じですけどね。そう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 。あ、KKM さん、他のチャンネルも途切れるらしいです。あら、
じゃあ我々の問題じゃなかったわけ。とりあえず今日、まあね、後で YouTube の方で。やっぱあれですかね、トランプさんの問題があったんで。ロシアから来ましたかね。ロシアからやっぱあったですかね。お、富山さん、自分はアンパン多いです。あ、アンパンとね、うん、コーヒーね。ね、うん。買ってこようかなと思ったけど、まあ月並みなんでやめました。あ、そうですか。多分そう合うだろうな、合うなっていうのは分かってるんで。うん、でもアンパンはやっぱ牛乳ですよね。まあ、王道は。王道はそうですけど、僕ね、牛乳とパンをね、一緒にっていうのはあんまりやらないんですよ。もともと牛乳好きではないんで。あ、そうなんです？好きじゃないんですよ。おっと、意外な発言。いや、別に意外ではないじゃないですか。あの、小学校、中学校、牛乳嫌い多かったじゃないですか。意外に言いましたね。いますよ。代わりに僕飲んでましたもん。ああ、コーヒー立ててるこの絵だけでも十分だそうですよ。そう言っていただけるとね。もうこれだけでありがたいですけどね、うん、これやると何がいいかというと、次のやつをセットして穴が掘れると、うん、なるほど、ね、はいはい。で、穴を掘ってですね、もう iPhone 見れるようになりました。はい、もうじきコーヒーが終わりますんで、うん、サイバーテロ、財政難でユーストがデータセンターに利用料が払えなくなったか。まあサイバーテロですよな。ちょっと松本先生、はいな、ここにお湯を入れてください。はい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 、ホットの入りですね。はい、ちちちち、どこまで。あ、いっぱいにしとけ。あ、例の装置使ってください。どこにある例の装置。上、あ、あったあった。これどうやって使うんだったっけ。ん、こうだ。おお、使えた例の装置が。あ、そうですか、うん、おめでとうございます。で、ここでこっちへずらして、例の装置ってあれなんですけどね、あの、見てたらあんまり意味ないんですけどね。というか、これって昔からあったやつだよね、要は。あ、そうだよ。そうだよね。そう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 。たまたま、インスタグラムの動画で試すのにちょうどいいぐらいかなと思って。だから、初め、長谷さんに言われた時に何のことか分かりませんでも、え、このビーカーの話なのか、何の話だと、あ、これかと思って。結局水がいっぱいになった時に、うん、こぼれるじゃないですか、うん、わざとこぼさなくていいってば。こういうことね。そう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 、安全のために、うん、なるほど。これで、火にかけといてね。おいおいおい、5個連チャン、ただコーヒー立ててるもう30分ですね。で、5分から始めてるんで、今20分、ちょうど今21分、実質。あ、そうっすか。うん。ポリンさん、フレーバーチャンネル狙われましたかね、テロに。いや、テロには狙われてないと思いますよ、うん、まさかコンビニコーヒーを入れてコンビニで買ったおやつを食べるだけ、刺身、焼き魚、キムチ、納豆が。あの、コンビニ買いに行ったんだよね、我々ね。そうですよ、はい、
ただ個人的にやっぱり刺身は合わないと思いますね。魚はダメだね。魚はダメですね。けど、この前おにぎりでやったんですけど、鮭が合わなかったんですよ、コーヒーに。うん。で、まあもちろん米粒と海苔は問題ないんですけど、鮭がね、生臭さを増長させるというか。やっぱダメだね。うん。なんで、魚はちょっとダメかもしれないですね。だから、これがある意味一つのヒントになってくるじゃないですか。ええ。魚はどうも、コーヒーと合わないという。うん、こう一つこう決まってくればどういう傾向のもんには合わないとかなんか分かってきますもんね、うん、あれチューにしといてくれる、うん、はい、よかったですね。あれね、実は言うとポット2つと電磁調理器全部が動くと飛ぶね、落ちるね、落ちますからね、落ちるね、うん、必ず中でしか動かさないんですよ。金さん、なんだかね、あと30分で結論を出さなきゃいけないですからね。そうなんですよ。まあだけど我々予行演習やりましたもんね。ええ、なんとなくも分かってますんで、はい、うん、何が合うかが分かってるんじゃなくて、やり方がね、段取りが、やり方は段取り分かってます。あ、な、久しぶりに珍しい名前聞いた。懐かしい、モカマタリ、懐かしいですね、なんか響きが懐かしいですね、うん、子供の時モカマタリよく聞きましたけど、まあ、モカマタリっていうとあれなんですよ、高い、ダメなんですよ。で、高くて品質に関してはいろいろこうばらつきあって、うん、なんでこれが高いのっていうようなものではあるんですが、今モカの一番ポピュラーなところあたりだとモカ何なんです？いやいや、普通にエチオピアの方だったら、うん、やっぱりハラーとかジンマだとか、うん、シダモだとか、はいはい、まあいろいろ、まあその辺があるんですけど、うん、まあモカマタリっていうのはもうイエメンの方ですからね、うん、なんとか無事、さてこれで5つ、はい、無事出揃ったってことですね。出揃ったんで、はい、これで今から本ちゃんですね、はい、これを、全部を薄めます。これあれシールが貼ってあるから分かりますね、はい、シール貼ってないとこれがサッパリ、うん、これ貼ってないんで気をつけてくださいね。え、これシール貼ってないよ、500円600円のところに。あ、そういう意味ね、うん、これ500じゃん。はい、はい、今これが今、うちの5つのブレンド、はい、これでね、突っ込まれるとこれかき回すときに混ざっちゃってるってやつね、言われるよ、うん、今洗ったことにしような、うん、じゃあ松本先生、はい、じゃあいつものようにいきましょうか、こういう状態で、考えてみりゃすごい絵的には面白みのない、ここにも付箋を付箋がやっとくといいですね、小さい付箋がいいな、うん、こっちにしましょう、はい、マジックで、うん、どっちが剥がれる、
はい、A です。A です。こういう貼り方すると外れるよ。下に、下に向けないと外れる。こう？うん。間違えちゃった。はい、間違えたら合わせててください。はい、とりあえず今位置で合わせててくれれば。はい、今、うん、今何を間違えたかっていうと、うん、次に移動しちゃった。うん、そういうことやね。はい、大丈夫です。もうこれで間違いないですから。そのうちマット作んなきゃいけないですね。はい引いてあるやつ、はい、この上に置いてねっていう。そうね、そういう風のがいいね。そう、こういう時やる時に、そういう、こうするとこれで撮影した時に場がいいもんね。バタバタせんくていいじゃないですか。うん、待って、位置が変わらないんだったらちょっと、あ、よいしょ、この辺の準備で時間ロスだよね。ちょっとバタバタしそうだよね、うん、だってあの Facebook ライブの場合はここまでは撮ってないもんね、うん、やるとこだけだから。まあまあまあ、まあ、そうね、うんうん、ちょっと今日焙煎がちょっとね立て込んでたんでね、まあ、真っ白でしたからね豆が、はい、言い訳がましいですけどね。はい、できましたと。はい、はい、ああ終わりましょう、はい、っていうわけにはいかないよね、うん、今からですから、ね、はい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 。でまずどっからいきます。マシュマロと、うん、やっぱり長谷さん、あんこは知りたいんでしょ。あんこは知りたい、知りたいでしょ。これあんこって、うん、やっぱり苦いコーヒーですかね。まあ、パンチがあった方がいいでしょうね。僕は結構 A とか E は負ける気がするんで、やっぱ BD、 やっぱ D ぐらいですか、ね、D でしょうね、うん、じゃあ一応これですね。一応まあサークル系で豆大福を、はい、サークル系で買ってきました。これサークル系ですよ、うん、まだサークル系ですよね。まだサークル系です、はい、もうじきサークル系ではなくなってしまう。ファミリーマートになりますけど、しまいますが、これをまあとりあえず半分に切りましょうか。分けちゃってください。半分に切りましょうか。はい、じゃあ品よく、はい、はあ、品よく帰って落としそうなんだよねはい、品よくいきましょう。っていうか切れてないし、あ、取れた取れた、はい、はい、うわ、それではですね、これを食いながらでいきますよ、はい、あ、じゃあ、どっちでも一個ずつ試してください。うん、多分ですねこれ結構あのね、粉がね、大福は大変だね。書いてくださいね、うん、紙使って。大福の皮が気に入らんけど、まあいいや。うん、まだここでは分かんないですね。まだ全然飲んでない。すいません、うーんじゃなく一応意見を言ってね。いや、おにぎりの時よりもね、うん、はっきりしない。
やっぱり。うん、おにぎりの時はね、あからさまに味が変わるけど、全然、なんかすごい、だから相対的じゃないと言えない。うん。実は言うとね、どれでもいいかなと思った。うん。だから全部飲んでからじゃないと言えないですよ。ほら、僕全部飲んだけど、あんまりね、意見がない。これさ、あんこ面白くないよ。うん、あんこ選んだの失敗だね。でも C で言うなら B が酸っぱい。ね、C がダメだと僕は。お、僕 B がダメ。あ、わかる。うん、そんな感じ、そういうことね。あとの A、D、E に関しては流せますもんね、うん、そうそうそう。でもなんだろう、おにぎりと時の相性が良かったみたいに、うん、おにぎりも味があって、うん、コーヒーも味があるっていう感じはしないです、うんうん、なんか消えちゃってるコーヒーの味が。あのね、変な味は出てないけど、大福って僕は思った。あのね、あんこってね、強い、うんうん、であんこの強さに対してコーヒーっていうのは基本的にそれと喧嘩するようなコーヒーは使わん方がいい、うんうんうん、だから、大福の味に対してどちらかっていうと、サポートするような味、うん、つまり、補助的な味になるものは OK です、うん、だからね、 C がダメなのはこの酸味の部分が多分、うん、うん、酸味の部分がダメなのかな。僕はとりあえず A がまあいいですね、この中では、うん、あえて言うなら。長さん、ダメな方は分かりました。いい方はどれですか。いい方はね、うん、あえて言うなら、A は大人しすぎ。うん、B は味がなくなる、うん、D かな。はい、これまあ基本的に今回僕これをやってみて、うん、まず第一に思ったのは、うん、大福に関してあんこ、うん、要はあんこですね。要はあんこ、最終的にこう大福なんかあんこ、うんうん、あんこの味に関してはやっぱりあのコーヒーの味っていうので勝とうと思っちゃうかな。多分エスプレッソみたいな強い味だったら勝負するかもしれないけど、はい、多分合わないと思う、うんうん、そうじゃなくてもうあのどっちかというとあんこの味に対して、うん、この補助するような、うん、サポートするような味としてコーヒーを持ってきた方が、うんうんうん、どうも、このあんこに対しては相性がいいんじゃないかな。じゃあ小倉トーストやなんかにはパンチのあるコーヒーの方がいいってことですかね。いや、パンチ があるとない方がいいってことか。ない方がいいってこと。うん。小倉トーストもやっぱあんこなんで、うんうんうん、あんこの場合は多分パンチがないコーヒー、うん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 、普通のコーヒーの方が、なるほどね。多分ね、いけるような気がする。なるほど。わかりました、うん。今回ちょっと酸味のコーヒーはちょっとどうかなと思ったんで、うん、だから。ああいうこじゃれた系のスペシャルなコーヒーの場合にあんこが合うかどうかっていうのは、あとね、僕一個あんこで思ったんだけど、うん、やってみたい食材ができましたね。だったらあんこでこれだったらだったら、うん、八つ橋どうなんですかね。あ、八つ橋、ね、皮にあれもう味があるじゃない、ね、生八つ橋の方ね、うん、あれをまた試してみたいですね、機会が。はいはい、次どれいきます。とにかく手早くいかないといけない、時間がない手早くいかないといけないんで、はい、まあマシュマロいきますか。マシュマロ、じゃあちょっとここを切りましょう。はい、今度はフォークやめよ、うん、もちろんですよ。やっぱ我々フォーク使うのは合わん。大福ね、フォークじゃダメですよ。指食いにくいし。そうそうそう、はい、マシュマロ。はい、マシュマロですね。はい、マシュマロです。うん、マシュマロだわ。あ、マシュマロ、マシュマロだわ。うん、
あ、これ弾力ありますね。これ飲むタイミングがありますね。マシュマロぐらいの味の弱さだったら、うん、軽いコーヒーでよくね、うん、今のところ A と B だったら A の方がいい、うん、僕これね、おね、いいさ、うん、味が全く変わっちゃわん、うん、今俺すごい味が変わっ、ええだと思う。どうぞやってみてください。もう D と迷ってるんですよ。あ、ちょっと待って、 D がいいなと思って、なんかすごいいいな、合ってるなと思ったんだけど、ちょっと待ってね、 D、 うん、まあ、BC はないですわ、うん、はっきり言って、うんうん、僕は A だ。あ、長さ A。A でいきます。僕 D でいきます。E はね、ちょっと不思議な感じでしたね、僕は。味が全く変わっちゃったんで。うん、はい、次。こう、みたらしですか。これみたらしですよね、こう。はい、あんこが和だったら、こう、醤油っぽいので、ちょっとみたらしで。これ、合わんような気するんですけどね。醤油でしょ？そうですよ。じゃあ、みたらしをいきます。はい、これがちょっと僕試してみたかったんですよね。みたらしとコーヒーが合うから、まあ、みたらしってこのタイプのみたらし、うん、我々ね、うん、そんなには食わんけどね。甘っ。B はないな。うん、ない。いっぱい。これあんまり餅が物良くないですね。うん、張り付く。BC ないね。今のところ BC 浮かばれませんな。D もないな。なんか味変わっちゃった。うん。お。僕いい。A と迷ったけどいい。じゃあ松本君の意見尊重していい。お。とりあえず B と C はないですね。うん、ね、今回、まあこれ実を言うと、まあもう一個のやつはまあいいや。うん。うん、ね。今回さ、うん、一番に、何がやりたかったかというと、Facebook でやってたように。最初にやってたのがおにぎりに合う、そう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 、食事ね、を実際にやったのね。はい。で、今回本当にやりたかった、ここで本当にやりたかったのは何かというと、はい、実を言うとおにぎりがあんだけ合う、はい、もっと言うと梅干しのおにぎりは無敵だったじゃん。そうですね、どれでも合いましたね。それなりにどれでもいけるという結果です。つまり梅干しのおにぎりが無敵であるということは、はい、
あれはコーヒー茶漬けが可能性があるということになりません？科学的に。科学的になんですかね。バカな物理的なもんだと思いますけど。はあ。となれば、うん、僕の考えではですね。ええ、おにぎりを、はい、まあ結局、海苔の部分を外せば、うんうんうん、お米じゃないですか、ええ、まあ、梅干しご飯ですよ、ね、梅干しご飯です、うん、隠し味に塩ちょっとって感じ。あ、塩ちょっとですね、はい、だって塩大福だったじゃないですか。そうそうそう、うん、だったら同じ。だから塩関係ないですよ。あとで普通におにぎり食べてて、うん、あれだけあったんで、うんうん、梅干しもしょっぱいし、その状態に、コーヒーをかけて食べると結構これ美味しいんじゃないかと僕は。あくまでもじゃないかというレベルの話ですよね。まあそうですけど、はい、で、この前松本先生はFacebook の中、Facebook ライブの中で、うん、おにぎりやりましたね。はい、やりました。梅干しのおにぎり。はい、やりました。5種類やりましたからね。その5種類の、うん、梅干しのおにぎりで、どのコーヒーが一番合いましたか。確か E だったと思いますけど、E か D どちらの方かな。多分 E だと思うな。うん。ということは、じゃあ E ブレンドで、コーヒー茶漬けをやれば結構美味しいっていうことですよね。はい。はい、ということで、いわゆる検証の結果、そういう結果になっちゃったってやつですね。そうですね。ということで、一応ですね、今からですね、最後に、本日最後はですね、コーヒー茶漬けを作ってみよう。はい。はい、松本くん用にコーヒー茶漬けですね。ここにじゃあ、この用意しましたる、紀州南高梅のですね、これを実際食べて僕は E ブレンドが合うなと判断したので、これをですね、でじゃあ E ブレンドでいいですね。あ、 E ブレンドでいいですよ。で E ブレンドを一応あったかい方がいいでしょ。はいはいはい、ね、だから温めます。で、今回はおにぎりじゃないので海苔がいらないので、これ加熱温めます。温めた方が良くないですか、うん、で箸崩したいですよね。あ、じゃあ普通に割り箸使いますか、うん、はい、どうぞ。ちょっと割り箸でちょっとまあメキメキメシメシとやりまして、まあ、こんな感じにしといてね。はい、はい、なんだったらピクチャーインピクチャーでどんな状態か見せてもいいですよ。いや、おにぎりくしゃけた状態見てもしょうがないでしょ。あ、そうですね、美しくないですもんね、うん、ラップかなんか入れる。そう、ラップが欲しいね。ラップこれこう、はい、中川さん、これがやりたくてしょうがなかったんだよね。まあまあぼちぼちただカメラの問題がちょっと、ええ、おっとちょっと深刻でしたね。これ今実言うと、配信してるのはあれなんですよね、ダルクのチャンネルで。そう、今回フレーバーチャンネルじゃないのだ。まあそれもあるかもしれないですね。おやるんですからって、ね、嘘じゃないから。あのね、体張りますよ。このために僕ここにいるんで体張りますよ。そっちは何秒ぐらいですか、ね、いや多分ね30秒34。そうですか、33、ちょうどいいぐらい。まあ中国産の梅干しと紀州産の梅干しと、でこうなってくると、うん、紀州の梅干しってやっぱ南高梅ってどっちかというとこう甘酸っぱい感じなんですよね。いわゆるおばあちゃんの梅干しみたいにしょっぱくないじゃないですか。あ、そうですね、それが相性が合うので。だから間違ってもここにおばあちゃんの梅干しを持ってくるたびに事故、大事故になりますよもうあらかじめ言っておきますけど、なんだったら漬物あるんで漬物でも入れましょうか。あ、もうブブ漬けなな、僕京都の人なんて言うんですかね、ブブ漬けじゃないですか、ブブ、はいはい、漬けのことは、うん、これ何漬けって言うんですかね。あっちはい、さあ皆さんピクチャインピクチャイン、はい、ピクチャインピクチャイン、ね、行きましょうか。ピクチャインピクチャイン、ほら皆さん、はい、来ました。もうすごいですよ、もう。あ、ちちちょ、湯気すごい湯気すごいよりも真っ白だよ
はい、行きまーす。どうせここから真っ黒になるんですよ。これちょっと濃いめの出汁みたいな感じだよね。そうだね。濃いめの出汁みたいな感じだよね。軽くこう。ひどいな。もう全体に。全体に変えましょうか、うん。はい。ちょっと待ってね。ごめんなさい、暑いんですけど。中川さんは食べないんですか。ちょうど僕の分がなくなってるんで。ごめんなさい、これ熱い。熱すぎ。あのね、やっぱり、なんだろう、味噌汁のお茶、はい、あのぶっかけと同じで、はい、片っぽ冷たくてもよかったかもしれないですね。はあはあはあ。あ、でもね、梅がね、もうコーヒーにね、混ざってる。ほう。梅の風味が。あ、全然、あれだよ。あのね、はあ、酸味がね、うん、コーヒーにすごい出ててね、はあ、正直、ほんと嘘じゃないよ。はあ、あのね、フルーティーだよ。すごい。ほんとに、スペシャルティーコーヒーみたい。あら。とにかく熱いわ、これ。じゃあ、ちょっとほぐしちゃいますね。あ、そうそう、ほぐしましょう。うん、もうちょっとコーヒー入れましょうか。いやいや、熱いんで。これでいい、これでいい、これでいい、これでいい。あ、こっちのコーヒーでいいじゃないですか。冷めるか。うん。ねえ、ほら。もういいよもういいよもういいよ。この油ってコーヒーの油だよね。いや、コーヒーじゃないと思うけど。ああのね、梅干しのご飯と今コーヒー真ん中に食べてるよね。なんだこれね、あり。ほんとにあり。俺、おいしいおいしい。マジっすか。寝がまくば、はい、冷たいおにぎりをほぐした状態に、はい、ちょっとあったかい飲み頃のコーヒーをぶっかけて、はい、食べるとね、多分ね、うん、普通に食えると思う。あら、食べれるはずだよ。本当に？うん。じゃあ僕もやってみよう。絶対、あ、絶対食べれる。フルーティーで、フルーティー、本当に。あ、色もね、これ味噌汁みたいに色だけどね。うん。ちょっと待ってね、僕もやっちゃおう。多分ね、そのやり方の方が美味しいと思う。わかりました。そのまま茶碗に入れてほぐしてコーヒーを真ん中に注いで、はいはい、梅が溶ける感じ。すいません、これどうやったっけ。まあ、はいはいはい、こうやってみよう。だってほら、ただのね、味噌汁ご飯だもんね。じゃあちょっと僕も、じゃあ僕ね、不安だったんでね、ちょっとやめとった。これ長さん、お腹空いた時夜食代わりになるよ。本当？あそこイーブレンドなの？あ、ここイーブレンドなんで。だからぬるめなんで、うん、これちょっと入れてきます。入れたてとどうか微妙だよ。いやいや大丈夫ですよ。ちょっと、うん、ピクチャーインピクチャー。そのピクチャーはひどいわ。じゃあやめ。いやいいけど。やめ、うん。それは多分ね、みんなショック受けると思うよ。うん、そっか。どんな感じだ。なんだろう、あのね、どっちかっていうと。はい、あのおやつとか、うん、スイーツとか、うん、いわゆるコーヒーってそういうイメージあるじゃないですか。はいはい、感触っぽい、はい、メインのご飯。これほ、あ、本当だ。これ普通にメインのね、なんか物価醤油、ちょっと醤油でご飯食べてるみたいな感じだよ。うん、僕は全然これ罰ゲームでもなんでもない。ただ僕ちょっとポットのコーヒー使ったでいかんかもしれんけど、うん、ちょっと酸味が出ちゃってるんで、ね、いかんすね。これ入れたてがめちゃうまいですよ。でももうちょっと軽いコーヒーでもいいかもしれないな。これ軽い方がいい。うん、うん、もうちょっと軽いコーヒーなら全然合うかも。うん、これ美味しいよ。結構いけるね。なんだ、思ったより面白くねえの。うん、だから逆に言うと、うん、コーヒーだから今、うん、コンビニの梅干しだから、うん、ほぐしちゃって
あるじゃないですか、うん、だから普通にご飯にコーヒーぶっかけて、うん、本当の7勾配の梅干し、うん、ボンとやって、うん、自分で口の中で合わせながら食べれば、うん、全然いけると思いますよ。あとこう漬物とかなんか乗ってくるよ。あ、そう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 、うん、あ、結局それネポリタンでほうじ茶漬けみたいなもんですよね。うんうんうん、そうそうそう、これね、うん、見た目悪くないですね。ですよね、見た目が悪くないんでね、思ったよりもね、うん、面白くなかった、うん、なんだコーヒー茶漬け結構面白くない。コーヒー茶漬け普通にゲテモノではなくて普通になりましたよ、うんうん、だって僕でも食えるもん、ね、中川さんが食べれるとはもうかなりガチに食べれるという。うん、僕あの保守的なんで。そうですね、長田そうですもんね、食に対してはかなり保守的なので、あのイナゴだとかゲテモノ食べませんもんね。そうそう、ハチノコなんかとても食えん、刺身はできれば紅白で終わりみたいな感じですよねあのマグロとタイがあればいいからみたいな感じの見た目悪くないですね。皆さん絶賛してますよ、うん、全然完食です。ごちそうさまでした。思ったより食えたちょっとこっちから、はいはい、これあれですよ、なんかあの梅はこう何個もは常備しておいて、うん、小腹が空いた時に自分でコーヒー慣れてあのこれ試してみるとね、本当にできるんだと思う、うんうん、こうなると次はあれだよ、コーヒー貝だよ。ガユか、うん、あ、炊き込みご飯とかいけそうですけどね、コーヒーでね、うんうん、この辺はね、なんかできそうな気になってきた、うんうん、で、その時にやっぱりね、深く行ったりなんかしたものだとやっぱ苦味が ね、強く出てくるんだよね。それはありますね、うん、で、これなんかでも多分軽いコーヒーの方が、うんうん、多分合いそうな感じはした、うん、ね、特に僕はあの E ブレンドの場合、ポットの方から持ってきたんで、はい、ぬるい方がいいっていうんで、うん、あのポットならあの温度が下がってるんでと思って、うん、そっちを使ったんですけど、そっちだとやっぱりあのちょっと酸味が気になったんで、うん、やっぱちょっと、A のブレンドみたいな、ね、アメリカンなコーヒーを、うん、使ってコーヒー茶漬けは作ると結構いけるかなと思います、うん、はい、でブラジルを使ったコーヒー茶漬け、これはなんか、うん、ああブラジリアン茶漬けとでも、おお、だけど茶漬けって言ってコーヒーだからあれだよね、茶漬け、ね、茶漬けにはコーヒー漬けでも、コーヒー漬けだとなんか別のものになっちゃいますからねうん、うん、考えにはいかんですね、名前をね。だ現実に、まあ、今回こうやってとにかくこのコーヒー茶漬けを試したかっただけなんですよ、本当言うと、はいはい、この味を調べるのはもうちょっとフェイスブックみたいな、こうちょっと、うんうん、ちっちゃいネタとしてね、こういうわざわざユーストリームで、ええ、5つのコーヒーをわざわざこう立てちゃうと、うん、時間がね、時間かけすぎちゃうんで、無駄なんで、うん、そういうことはやらずに、Facebook の方の動画みたいな、ああいうとこで細々と、そうですね、例えばスイーツに合わせてみるだとか、うん、もうまあせいぜい3つぐらい、そうですね、うん、種類は3つぐらいのものと合わせて、うん、調べて、はい、でそれをデータベース化してですね、はい、でもうどのコーヒーとどういうコーヒーとは何が合うかっていうのを、うん、こうもうなんかアドバイスすることができるようになるといいな、うん、みたいな感じになる、はい、で、ちょうど10時ですかね、はい、うん、という感じでちょっと一応、はい、こっち見ますかね、ポリンさんが、隠し味にコーヒー入れたりしますから、やっぱ薄めのコーヒーが合うんですかね。あのね、多分薄めの方がいい、うん、とにかく苦味が強調されるのはあんまり良くないですね。そうですね、うんうん、からやっぱりこうなんつうんですか、酸味というのもちょっと時間が経った酸味っていうのが出てこないように、うんうんうん、やっぱり入れたてのコーヒーを入れたてです、ね、うん、入れた方が、そうですね、炊きたてのご飯に入れたてのコーヒーうわすげえなデコボコさんが、お粥は煮込むから酸味が出るかな、あ、そこありますね、さらに加熱しますもんね、はいはいはい、うん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 、
そこですよね、火加減がね、炊き込みなら抽出液でなく、引いたものを袋に入れて炊き込んでもしもしろそうですね。あ、それいいですね。アイスコーヒー、難しいアイスコーヒーのパックあるんで、あれをですね、こう一個ポトンと入れて、なるほどね、で炊き込めば、うん、コーヒーの成分が出ますんでね、ちょっといいですね、うんうん。誰かやってくれるといいな。うん自分でやるの嫌だなみたいな。あとはですね、なんかすごいですよ、窓際先生、どうでもいいことですが、炊き込みご飯みたいな人間でありたいというのが僕の生涯の目標だったりします。深すぎてよくわかりませんね。だそうです。どういうことですかね。はい、でも炊き込みご飯すぐお腹空いちゃうんですよね。あ、これ勝さん面白いこと言ってますね。お茶漬けはサラサラっと飲み込んじゃって、噛まないからって説もあります。要は先ほどその前に窓際くんが、お茶漬けが消化に悪いっていう説があると言いますけど、うんぬんかんぬんっていうのがあって、それに対する答えでしょうね。まあね、京都でね、お茶のブブ漬け食ってけって言われたらさっさと帰れって意味ですからね。はい、ね、ブブ漬けでも食べていけばって言われたら、あ、邪魔なんだなと思って出てくるしかないんですけど。あ、なるほどね。まあとりあえず今回はですね、こういうふうに一回とりあえずまあ中川さんやりたかったと。はい、一回だけちょっと、コーヒー茶漬けやってみたかったなっていうことで、はい、今回わざわざ、コーヒーに合う食べ物を探せという、はい、わざわざ、大目的っぽいようなことを書き、コーヒー茶漬けを食べようみたいな感じで本日やってみました。はい、ちょっと、不真面目だったかなとちょっと反省しながら、はい、本日はここまでしましょうかね。はい、じゃあおやすみなさい。はい、おやすみなさい。